過去に発生した南海トラフ地震の震源域の時、空間分布、栄長地震は平安時代後期に起きた巨大地震。南海トラフ沿いの巨大地震と推定されている。東海道沖の地震と考えられてきたが、本地震が南海道沖の地震も含むとする説も出されている。この地震は過方年間に起きたが、この天変地域に、 1> 約1ヶ月後の12月17日に、影長に改元され、年表上では、影長元年となることから影長を冠して呼ばれる。五二条出期、中雨期、百連勝及び高富撃などに地震被害の記録がある。約2年2ヶ月後に、高和地震が発生しており、本地震とペアをなす南海道沖の地震と考えられてきたが、高和地震を南海道沖の地震とするには、 県中継機支配文書の成立時期などいくつかの疑義があり、本地震が土砂の多沿の沈降を引き起こした南海道沖の地震をも震源域に含む可能性が唱えられている。過去3年11月24日立つ国、東海道沖に大地震が発生した。東海地方の津波記録及び機内付近の侵害記録が見られる。藤原宗忠の日記である 中浮には、この地震に関する詳細な記録があり、地震動が一時ほど続き、東大寺の巨匠が落下、薬師寺の回廊が倒壊、東寺の栗が落下、法上寺の東西島が破損、星正寺の五福筒と光が破損したと記されている。東大寺の巨匠の落下は、延久2年10月20日の地震以来のことであった。官員御所では、堀川天皇が、 庭の池に浮かべた船に避難したという。中浮きにはまた、大見で瀬田橋が落下し、伊勢屋の津で津波によって、多くの人家が破壊され、その他諸国でも同様であったなど伝聞から、京都以外でも大きな被害があったことが記されている。藤原市通が表した、五二条市通期には、辰土期に六度部類、また駿河からの報告書に、去月十四日に、大地震があり、津波により、 社寺や民家が400余流出し、国家の大事なりと記されていたとある。この時代の地震の古記録は、京都、奈良など機内で書かれたものがほとんどであり、駿河や伊勢の津波被害など、地方の被害は原文として、京都に伝えられ記録されたものである。この駅文書には、しかもさ、下方年中王自身の自空変怪人、計数十年、こここの七十八か年、進むため、 陸地、霊海作の間、県領島、カトリ、の大領小住人、とあって、本地震で、基礎川下流域のカトリ、の台の地が、空変海人の状態となり、年月を経て陸地に戻った様子が記述される。基礎山線河口デルタの低地が強振動、液状化、地盤沈降、津波の複合作用で崩壊、海没したものと考えられる。中浮には、 この地震前後から約2年後の高和地震頃まで多くの地震の記録が見られ活発な余震活動が続いたことが伺われる。この相次ぐ地震などのため、永長2年11月21日には再び改変され、元号は聖徳に改められた。淡く似た隆次に関する古記録を修正した太市隆次演技にも本地震の記述が登場する。しかし、 この、ふとしりゅうじえんにいには、とさのちんこうを伴ったとされてきた、こうわじの記録はない。かほう年をつい、まま、11月24日辰時、天下大振動、かいだ恐怖、祈りの仏神、占いの恩みょうこれのりゆう国宝紀なん、死本町不わずの分、古こ書の道場、れおさむの秘ほ千せため、密教根本し釈。 即と目合国王の辰行霊地、霊治寒ゆが上場の秘境、翌松室紀頭中乱の生成、おぜ仏、市長藩片滋那少臨時、片金直眼、天下安納海大無ためなり、陰古子、同三年八月二十三日忍大四本願の戦勝、中一上行の仲間こと、騎心長さん五家の小国、ママ、交流大流寺、三つ山の杊園、ハイトゲイバラ、ケ跡。 裁判弱経かたはじめあと、非人力諸難及び、物心のおじょものか、竜人口、経壁寺地、天使系立て物格、遥か宗教めぐるの清掃、片節一時の常住事業のれ、長次元年更新8月25日記の川角、広氏は、規模 MK イコール7.0を与え、マグニチュードは、M イコール8.4に換算されている。また、M8.0 から8.5、 あるいは、M8.3 などと推定されているが、断片的な記録しか有しない、歴史地震であるため数値の精度は高くない。機内、琵琶湖、及び、伊比川付近の強震動及び、津や駿河の甚大な津波被害から震源域は、熊野灘沖及び遠州灘沖を含むことは確実とされ、さらに、駿河湾まで及んでいた可能性もあると推定される。2年後に発生した、 河和地震を、栄町東海地震と対をなす南海道沖の地震と考えるには、日付の5期、また、阿波の太し隆寺園儀が、河和地震に触れていないなどいくつかの疑問点が残り、また震源時間の長い多重地震を思わす、長時間の地震動から、栄町地震が南海道沖の地震を含んだ放映型であった、可能性を検討する必要もあるとされる。浜名湖沿岸で、 津波の痕跡が発見され、この時期に東海南海地震が発生したことが示された。887年の仁和地震から209年の間隔が開いているが、この間にもう一回の南海トラフ沿いの地震の存在が疑われるとの見方もあり、1994年の奈良県柏町の橋尾遺跡の発掘調査により、10世紀後半から11世紀、 初頭の間に生成したと推定される液状化現象による砂脈が発見された。しかし、この地震痕跡は西日本の内陸近く内地震の可能性も排除できず、この橋を遺跡の地震痕のみをもって南海トラフ巨大地震と断定することはできないとされる。ありがとうございます。